これはちょっと気をつけた方がいいですね。一回膵臓がんかなを見つけたことがあったりとかした時。はい、整体に復活、院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが全く改善していない、そんな患者さん向けに撮らせてもらっている動画になります。ぜひ根本的にこの動画で解決してみてください。松田さん、あいよ、なんかそこが痛いと危ないぞっていう場所ってありますか？急すぎてびっくりするね。もう企画考えましたみたいな入り方になりましたけど。結構あるじゃないですか。あるね。まあなんかないですけど、小指が痛いと脳に腫瘍があるとか。そんなあんの？いや、今適当に考えてるんですけど。そうね、今のは嘘です。ちょっとテープ書いといてね。たくさんあるじゃないですか。うん、なんか都市伝説みたいになるよね。はい、ね、本当に危ないぞってやつをちょっと今日は聞いてみたくて。うん、危ないぞか。それは痛み、体にとってやばいぞみたいなやつってことだよね。そうですね。あー、オッケーオッケー。あるね、何個かある。ちなみに私ね、がんとか、はい、その人が知らなかった病気を見つけたことって結構10件近くあるんですよ。はいはいはい。だ、なんかうんって違和感があって、ちょっと受診してくださいって言って MRI 撮ってもらって、CT かな、撮ってもらったら腫瘍が見つかったとかっていうの結構ザラに何個もあるんですよ。はいはい。で、そのやっぱ一番身体に影響を与えててみんなが見つけにくいっていうと、大体こうがんとか内科疾患なんですよ。これが見つけることができるというか、まあ、あの特徴があるんで、そこのシェアしましょうか。うん、消去法的に見つかるんですか？例えばお尻が痛いだったら、うん、まあ、なんか梨状筋のはずなのに梨状筋じゃないって、なんかどんどん消してって結果おかしいぞってなる感じですか？はいはい、あ、まあそれにも近いけど、一番分かりやすく言うと、どれだけ緩めても1ミリも痛みが改善しない時、もうこれは一回まず病院受診してもらった方がいいですね。で、理由なんでやと思っちゃうの？緩めすぎて危ないから。これ痛みってまず原因がたくさんあるって話で、痛みはまず筋性、筋肉が原因で出てくる痛みと、あとは関節で痛みが出てくる場合と、神経で痛みが出るって、これ大体この3つのパターンなんですよ、私たちが見てるパターンって。ただこれにも該当しない痛みがあって、何かっていうと、これが内科的なとこから来てる痛みとかってなってくると、結構この内科って俺らどうにもできないじゃないですか。薬でとか高血圧を落としてとかっていう話になるんで、俺らじゃ対応できないんですよ。で、大体がですよ、大体7割から8割が筋肉性、いわゆる筋性の痛みなんですよ。例えば筋トレした次の日って痛いじゃないですか。はい、やー、鍛えすぎたみたいな、やりすぎたみたいな、パチパチ、あー、動かすぎたみたいな、あれって筋肉使いすぎて痛いわけじゃないですか。で、筋肉ってでもほぐしたら緩まりますよね。で、筋肉ほぐしたら緩まるんだけど、治療しても治療しても、いわゆるほぐしてもほぐしても緩めても緩めても、運動しても運動しても全く痛みが改善しない。これって何かって言ったら、筋性が原因じゃないよ、筋肉が原因じゃないよってこと。で、筋肉緩んでるってことは関節も緩んでるんですよ。だから関節も動きやすくなってる。で、筋肉が緩めてもダメな場合は関節でもない可能性があるよって話。筋性でもない、関節性でもない。あとそしたら神経か内科じゃないですか。ってなった時に、神経性の痛みって場合によっちゃ私たち触れる場合あるけど、ほとんどが整形外科とかの対応になります。じゃあ内科は、これも内科の対応になります。ってなると、緩めても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 、運動しても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 全く改善しない、イコール、これって病院の適用なんですよ。そう、だから私の場合だと1時間ぐらいなんかいろんな治療やったけど全く改善しない、あーで、治療科は大体、あー申し訳なかったな、すいません、力不足でってなるんだけど、そんなことなくって改善してない場合であれば、これちょっと内科的なところ、もしくは外科的な病院に一回行った方がいいかもしれませんって勧めた方がいいです。で、大体原因が、まあ、わからないことが多いので、ちょっと精密検査受けてくださいって言って、まあ CT、MRI、 あとは血液検査とかやってみたら、ん、なんかおかしいぞって出てきて、まあそこから見つかりましたは結構あるかな。だから、まあ一つ目で言うと、何をやっても痛みが全く変わんない、緩めても緩めても運動してもっていう時はちょっと気をつけた方がいいかな。じゃあ僕らとしては、まあ、整体ってちゃんと治療してもらってるはずなのに、うん、あ、おかしいぞってなったら内科とかそういう神経とか疑った方がいいんじゃないかなっていう感じですかね。
そうそう。で、痛みが戻るだったらいい。痛みが戻りました。ただ、痛みが100あったのが治療したら50になって100に戻りましたっていうんだったら、これは何か 50% ぐらい下がったのは筋肉関節性の痛みの可能性がある。なんだけど、これ100%残ったままっていうのはちょっとおかしいよね。はいはいはい。うん、8割以上緩めても全く改善しない場合はちょっと違う視点から痛みを見た方がいいかなって気がしますね。なるほど、うん、まずこれが一番多いかな。はいはい、うん、じゃあ、うん、ここだっていう、ここが痛いってやべえぞっていう、ここだって場所って何かあります？小指とか？はい、小指みたいな。まあ俺腰痛専門でやってるじゃないですか、はい、腰痛専門でやってて一回膵臓がんかなを見つけたことがあったりとかした時はやっぱなんかこの辺があったんだけど、これ背骨があってここは腰椎じゃないですか、はい、でここは肋骨があってなんで腰痛くなるのって大体この腰の付け根なんですよ。なんだけど腰の上側、この肋骨の裏側ぐらいのなんかこの上の方の何とも言えない場所が痛い時はこれはちょっと気をつけた方がいいですね。膵臓が痛かった方もこの辺でした。でこの辺と何があるかっていうと、膵臓とかあとは腎臓って言って血液をろ過していくのがこの腎臓があります。で腎臓と膵臓って本当になんかもう沈黙の臓器って言われるぐらいで、膵臓とかね、いわゆるなんかもう沈黙なんですよ。もう何か働いてるっていうのを体で感じるわけじゃないんだけど、めちゃくちゃ重要な役割だから、なんか静かな働きをしてるから静かに病気も進むんですよ。だから今膵臓からなんか出たわみたいな感じがないからね、逆に胃みたいになんか入って抜けてとかみたいな、なんか分かりやすい臓器でもないし、本当にもうただ膵臓ってインシュリン作ったりとか出したりとかっていう話で、もう本当に沈黙の臓器なんで、ただ膵臓だったりとか腎臓自体が何かしら影響を与えてくると、やっぱこの腰椎の上側、この辺が痛い時は結構内科のことが多いかな。あばら骨があるあたりですか？あばら骨の一番下の裏側あたり、はいはいはい、なんかこの腰の上側、だいたい腰ってこの筋肉だから下の方が痛いと腰の付け根とかお尻とかなんだけど、これが上の方になるとなんか分かりにくいじゃないですか。だからここが痛い時はちょっとなんか内科的なところを気をつけた方がいいかなって気がしますね。はいはいはい、うん、まあ、見つかった時にはみたいなこと多いって言いますもんね、膵臓とか。膵臓とかはもう本当に見つかった時には余命2ヶ月とか、うん、もう全然ありますね。え、元気だったのにって、そっからビューンって悪くなりますね。ちょっと注意ですね。え、悪い。自分は今痛くないですね。オッケー。これ見てる人でちょっと、あ、もしかしてって思う時は気をつけてくださいね。腰でもないけど、うん、肩甲骨でもない。そう、なんだここみたいな場所なんだよね。っていうのはありますかね。はいはいはい、うん、あとね、ちょっと話変わるんだけど、あと一つあるのが、急激な体重減少。これも結構なんか怖いなと個人的に思ってて、と結構起きやすいというかね。理由としては急激に体重落ちて、なんか最近運動したからかなとか患者さん喜んでんだけど、そんな急激に体重落ちる、例えばこれ1ヶ月で5キロとか6キロみたいな、何もしてない今まで通りだけどみたいな。でこれはもう2つに1つで、1つは栄養吸収ができてない、いわゆる栄養吸収しすぎる、陰の状態が増えるから体重も増えるけど、陰が減るんですよね。ただ今まで通りってことは食事は今まで通り取ってるけど悪いってことは、これ吸収されてないんですよ。これ吸収されてないんで、もうこれ腸の中に何か問題がある可能性がある。あとは体重減少で言うんであれば、インの話と、あとアウト、いわゆる活性化してきたとかじゃないけどね、消費しているというか、ね、細胞が何かがんになったからですよ。そこでエネルギー使っちゃうんで体重がキューって下がっちゃうんですよね。今まで通りやってるんだけど急に体重が下がったっていうのはいろんな原因があるけど、ちょっと内科とかを疑った方がいいかなって気がしますね。どっちにせよ危ない。危ない。インでもアウトでも。だいたいインができてない場合が多いですね。食が遅くなったとかも結局なんかそこも関係する時はありますかね。ってとこですかね。まあ、この辺は気をつけた方がいいかなって気はしますよね。はいはい、うん。まだ痛くないですけど、今日言ったやつが痛くなった時はちょっと病院に行きます。そうね。まあまあ一回信頼できる先生とかいるんだったら一回行ってもらってもいいかなって気がするけど、まあそこまで内科のこと詳しい先生もいないから、まあまあ一回病院に今の症状があれば行ってもらってもいいかなって気はしますね。あとはまあうち整体院復活っていうのを全国でやってるんで、もし気になる人がいれば概要欄の方にホームページ書く店舗のね貼ってますんで、ぜひ近くの店舗のホームページ見てもらって、あ、行ってみたいなと思っていただければ YouTube 見ましたって電話していただいて、で電話もしくは LINE でお問い合わせしてみてください。はい、ということでこんな感じでいいですか？はい、
はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。今日の話良かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとはコメント高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひコメント高評価よろしくお願いします。ぜひねこの原因を見つけていくってところでね、この晴天復活ぜひ試してみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。